これよりファイナルクォーター、第4クォーターに入ります。山口大学相手陣23ヤードからファーストダウン10で試合再開です。何枠99番ハンドフォー託されて左オープンに展開、見事なステップワークで約5ヤードのゲインとしています。99番はウコン、本日も大活躍しております。山口大学相手陣17ヤードからセカンドダウン4、しまいない、ナイスディフェンス。ここも再びランプレーで突破がありました山口大ですが、島根大学ディフェンス陣がここでチャージ決めまして約4ヤードロスを奪っています。素晴らしいタックルを決めましたのは島根大学55番の伊藤、倉吉東高校出身の2回生。サードダウン5、タッチダウン。ここでクォーターバック4番プレッシャーを受けながら左サイドに展開、そして奥に走り込んだワイドレシーバー88番にパス、これを見事88番キャッチしましてエンドゾーンに入ってタッチダウン。山口大学6点獲得です。見事タッチダウンパスをキャッチしましたのはワイドレシーバー88番の小山、チームのフレッシュマンがここでタッチダウンを上げました。現在負傷者発生のためレフェリータイムアウトが入っています。このキックは失敗、6点止まり。山口大学39点、島根大学3点となりました。追加点はありません。ここまでの得点は山口大学39点、島根大学3点です。試合は山口大学のキックオフで試合再開となります。さあチープキック、そしてリターンに入ります島根大。
攻撃権を援とするチープキックを展開しようとしましたが、これは島根大見事にリカバーし、自陣40ヤード間の攻撃を得ています。島根大学クォーターバック15番の松原選手のリターン。島根大学自陣40ヤードからファーストダウン10。なにわ90番タックルを受けながら右オープンを展開、見事3ヤードのゲインとしています。素晴らしいランを展開したのはランニング枠10番の村田、新田高校出身の2回生。ここで負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが入っています。試合再開です。島根大学セカンドダウン7。さあ抜けていく、ナイスファースター。ここでオプションプレーのピッチを受けた10番左オープンに展開、相手ディフェンスをまくるように大きく独走し攻撃権更新です。島根大学ファースター。素晴らしいランを展開しましたが、島根大学の10番の村田、新田高校出身の2回生。敵陣30ヤード付近からファーストダウン、残り10ヤードです。さあその村田に託します。今度はハンドオフで中央突破を展開、なだれ込むように約3ヤードのゲイン。島根大学ランニングバック10番村田選手、中央のランプレーにより3ヤードゲインです。セカンドダウン残り7ヤードです。島根大学セカンドダウン7、ボールオン相手陣27ヤード。さあ今度も左にトスしての展開、これはしかし山口大学も対応しまして、ゲインは2ヤードに抑えています。マネ大学ランニングバック10番村田選手のオープンのランプレーより1ヤードゲインです。島根大学サードダウン6。さあ判定はどうか、タッチダウン。ここでクォーターバックがハンドフェイク、左オープンにブーツレックでランプレーを展開、意表をつくように左オープンを独走。山口大学タックルしましたが、それを跳ね飛ばしてクォーターバック15番エンドゾーンねじ込んでタッチダウン。島根大学6点獲得、見事タッチダウンを挙げました島根大学クォーターバック15番は松村、倉吉東高校出身の3回生チームキャプテンです。ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。
イネーブレスバルダイウェアルフランスフライフフライフオフェンスの反則です。ディレイオブザゲーム、制限時間内にプレーを始められませんでした。5ヤード抜退しトライ4ポイントやり直しです。ゼロになる前にプレーを開始しなければ人員行為の反則となります。このキックは失敗、6点止まり。島根大学9点、山口大学39点。しかしここで島根大学がタッチダウンを上げ、その得点を反撃ののろしとなる得点を上げる形に成功しました。ここまでの得点は山口大学39点、島根大学9点です。島根大学キックオフ、さあオンサイド観光。しかしこれは山口大学が抑えまして、山口大学の攻撃という形になります。オンサイドキックは短いキックを蹴りまして、自らキッキングチームが攻撃権をエンドするプレーです。10ヤードを超えますとキックオフのボールはどちらが抑えても構いません。この権利を利用してのギャンブルプレーでしたが、結果的には高一で山口大学の攻撃権を得る形になっています。失礼しました。島原選手によるリターン、山口大学攻守交代して47ヤード地点よりファーストダウンの50ヤードです。ここでホイッスル。チームタイムアウト、山口大学。山口大学後半2回目のタイムアウトを取りました。山口大学後半2回目のタイムアウトです。各チームは前半後半にそれぞれ3回ずつチームタイムアウトを取ることができます。試合再開です。山口大学相手陣47ヤードからファーストダウン10。第2枠68番ハンドオフを託されまして左オープンに展開、約5ヤードのゲインとしています。ここでウォーターブレイクとなります。この試合では選手の安全のため各クォーター半分経過の際にウォーターブレイクを設けています。チャットメッセージありがとうございます。タカ福岡様、両チーム両面参加という形で非常に厳しい状況ですが、最後まで頑張ってほしいというメッセージがあります。両チームとも非常に厳しい状況ではありますが、その渾身の力を振ってこの一戦に挑んでおります。
ぜひ皆様この雄姿をお見届けください。ウォーターブレイクとかなして試合再開です。ここでイエローフラッグ反則が発生しています。イエローが発生しております。ディフェンスの反則です。フェイスマスク、相手選手のフェイスガードを掴んでしまった反則です。この行為は危険な行為として17年反則に扱われます。反則発生地点から15ヤードの抜体、従いまして自動的に攻撃権更新という形に山口大学変わります。山口大学ファースダウン、ファーストダウン残り10ヤードです。山口大学相手陣28ヤードからファーストダウン点。中央へのランプレー、キャリア68番、体をねじ込むように約3ヤードのゲイン。山口大学ランニングバック68番、山下選手のキャリア68番は山下、ナンバー変更によりまして68番を山下つけています。豊富高校出身の4回生。今度は99番のウコンに託します。右オフタックル付近を突破し約5ヤードのゲイン。山口大学ランニングバック99番ウコン選手の中央スクラムプレーにより5ヤードのゲインです。サードダウン残り2ヤードです。山口大学サーダウン2パス不成功。ここでクォーターバック4番はワイドレシーバー3番にキャッチアンドランを図らせましたが、しかしパスがオーバースロー、フォースダウンに変わります。山口大学クォーターバック4番永田選手からワイドレシーバー3番粟田選手へのパスは不成功です。フォースダウン残り2ヤードです。山口大学フォースダウン2、ボールオン相手陣20ヤード。プレーを展開します。フォースダウンギャンブル、さあクォーターバック自ら中央に切り込みました。ギャンブル成功、ファースダウン。見事この状況を攻撃権更新果たしました山口大学。クォーターバック4番は中田、京都高校出身の4回生。
約4ヤードのゲインです。山口大学敵陣16ヤード付近からファーストダウン残り10ヤードです。山口大学相手陣16ヤードからファーストダウン10。さあフルバックのダイブプレー、パワーバックに中央突破を図られます。キャリア68番、その期待に応え約3ヤードのゲイン。キャリア68番は山下、大府高校出身の4回生。山下選手による中央ツアープレーにより3ヤードゲインです。セカンドダウン残り7ヤードです。山口大学セカンドダウン7、ボールオン相手陣13ヤード。パス不成功。ここで右に展開したレシーバーに対してパスを投じましたが、これは島根大学見事なチャージをかけましてパス不成功に終わらせています。パスを投じましたが、島根大学77番 LB 本田選手のパスカットによりパスは不成功です。山口大学サーダウン7、ここでランプレーを展開しました。ハンドオフ託された99番、左にカットバックを切って左オープンを独走。相手ディフェンスをまくるようにそのエンドゾーンを駆け込んでタッチャー。レフリータイムアウト、負傷者のためのタイムアウトです。山口大学6点獲得となっています。現在負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが取られています。山口大学トライフォアポイント。キック成功、1点追加。山口大学46点、島根大学9点。キックが成功、1点追加です。ここまでの得点は山口大学46点、島根大学9点です。ここで島根大学7番の藤井が73番に背番号を変更します。山口大学キックオフ。
島根大リターン。島根大学陣30ヤード付近からの島根大攻撃に変わります。大学81番山下選手のキック、島根大学10番湯浅選手のリターン、島根大学自陣30ヤード付近からファーストダウン残り10ヤードです。島根大学ファーストダウン10。ダニ枠10番ハンドフォードを託されまして左オープンを展開、約6ヤードのゲイン。ここでレフリータイムアウトが発生しています。現在負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが取られています。オフェンスチーム側に反則がありましたため試合時間の残り時間2分を切った状況ですので10秒減算措置が取られます。失礼しました、残り時間1分を切っているので減算措置が取られます。島根大学セカンドダウン4。島さあランプレーによる突破を図ります。ゲインは1ヤード。島根大学ランニングバック10番村田選手の中央地区ランプレーです。島根大学サードダウン3。島根大学左オープンへのランプレここで試合終了となりました。試合終了となりまして山口大学ギャンブラーズ46点、島根大学ウォリアーズ9点で山口大学の勝利となりました。島根大学下平ながら素晴らしい戦いでした。ナイスファイトでした。本日は応援ありがとうございました。気をつけて。そして山口大学昨年度優勝チームにふさわしい見事な戦いでした。ナイスゲームでした。
試合終了です。ご覧いただきましたように山口大学44点。両チーム非常に厳しい状況に終盤ありましたが、しかし見事試合を完遂しまして、山口大学は勝利と収める形になりました。しかし島根大学も見事な奮闘ぶりでした。ナイスゲームでした。多くのチャット欄のメッセージありがとうございます。 TT 様、キヨ様、ありがとうございます。配信活動はいろんなところでやらせていただいておりますが、できる限り皆様が普段ご覧いただくことが機会ない、そういった試合を多く配信させていただき、アメリカンフットボールが各地で存在していることを皆さんにご承知いただけるよう活動を広げていきたいと思いますので、ぜひご協力ご視聴の方よろしくお願いしたいと思います。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは無論だが心優しい巨漢と、目的のためなら何でも犯罪すら犯さぬ意図はぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間をも戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話の世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かしたスタープレイヤーがもたらしてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみとしつつ、この配信はここで終わらせていただきたいと思います。皆様、長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信は中四国アメリカンフットボール協会の許可を得まして、私道楽屋理社が務めさせていただきました。機会許されるようでありましたらまたお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。